ルの中野浩二と言います。よろしくお願いします。フォーシーズンズという番組やっておりますけども、キッス FM 神戸とポートタウンの横にあるラジオ局なんですけども、そこで朝番組7時半から11時まで、いろんな情報とか音楽を伝えているラジオ DJ サウンドクルーです。中野浩二と申します。今回はい、まだ音を上げてていいですよ。はい、せっかくなんでラジオの雰囲気でありがとうございます。今回ご縁がありまして、この元町大学スパークスのステージでお話をさせていただくことになりました。短い時間ですけども、伝わるように話していければなというふうに思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんか伝えてる時に使ってるグッズを持ってきてくれって言われたので、今回はですね、かなりちっちゃいんですけどもラジオを持ってまいりました。これがラジオのスタジオの写真ですね。キッス FM のここでディレクターさんがいろんな情報を、指示したりとかして、で音響さんが座っていて、音を整えてる場所ですね。そして僕たちラジオ DJ サウンドクルーはここに座ってお話をしています。今はですね、ラジコインターネットでね、全国で聞くこともできるメディアになりましたので、ここで話した情報が関西一円、こういう携帯ラジオとかラジコであったりとか、あとカーステレオとかコンポとかいろんなところに届いていく、そういう意識を持って僕たちもお話をしているということなんですけども、どうでしょうかね。なんかシーンとして聞かれるとあれなんですけど、ラジオ DJ っていうのは皆さんどんなイメージをお持ちでしょうか。全国的に見てもですね、そんなにラジオ DJ だけで食べてる人間ってそんなにないので、会ったことないっていう人の方が多いかなとは思うんですけども、イメージ的にはさっきも言われたんですけども、全然緊張してないんでしょうとかですね、喋るの好きなんでしょう、大好きでしょうとか、あとは目立つの好きなんですかみたいな感じで言われることもあるんですけど、それもお仕事なんで、目立たなければいけない時もありますし、人前で喋るのに緊張していると、お仕事にならない時があるので、僕も努力をしてやっているんですけども、もともと好きな人もいっぱいいますよ、ラジオ DJ の中には。ただ僕はですね、小さい頃はどちらかというと人前に出たくないというか、もうそういうのは苦手だったんですよね。目立つことはしたくないっていう人間でした。本当にひどかったのは小学校の時に読書感想文を夏休み出して、なんでかその年だけ先生が読書感想文を一人ずつみんなの前で読みなさいっていう、クラスの前で発表しなさいっていうのを朝の朝礼の時にこうやっていくっていう時があって、もうすごい嫌だったんですよね。人前でそのクラスの仲間とはいえ、読むだけとはいえ、人前に出て話をするのがどうしても嫌だったので、前の日の晩になんとか風邪ひかれへんかなと思ってですね、ほぼ裸の状態で過ごしてみたりとか、水のシャワーを浴びてみたりとかしてですね、なんとか熱出えへんかなっていうのをするぐらい、全然引かなかったですけども、それぐらい苦手だったんですね。で、ただ僕がですね、その人に話をして伝わった時の喜びというか、楽しい気持ちが共有できた時の面白さっていうのを知ったのは高校時代だったんですけども、ちょっと思い出話ですけども、パペポ TV ってご存知ですか。みたいなね、好きな人もいますよね。高校時代に僕パペポ TV っていうのを初めて見て、めっちゃ面白かったですよ。笑福亭鶴瓶さんと上岡龍太郎さん、その今引退されてますけどタレントの上岡龍太郎さんと、こういう舞台にですね2人で登場して、打ち合わせもなく30分間フリートークするだけの番組だったんですけど、その話がですね異様に面白いんですよね。で、初めてそのテレビ番組見た時に僕もう感動するぐらいもう笑ってですね、面白いって素晴らしかったらちょっと感動しますよね。で、こんな番組あんのや、こんな面白い話あんのやと思って、誰かとこの感動を共有したいと思って次の日学校に行った時にパペポ TV って見てるみたいな感じで言ったんですよね。そしたら僕の周りの友達は誰一人見てなかったんです。で、そう見てないかみたいな感じで、いやでもこれめっちゃ面白かったのに誰かとなんか共有できないかなみたいな気持ちだけ悶々とあって、ちょっと鶴瓶さんの話だけ面白かったから聞いてって感じで友達の前で再現したんです。で、一生懸命伝えようっていう気持ちはありましたし、面白い話やっていう自信はあったので、その人にこうわーって話したんですけど、さっぱり受けなかったんですよね。で、
まあ、ちょっと愛想笑いぐらいはしてくれて、ああ面白いねみたいな感じだったのでショックだったんですよ。僕も感動するぐらい受けたので、なんかそのギャップ何なんだろうって思って、でそれから僕はパペポ TV のファンになったのでビデオで撮るようになって、ちょっとマニアな性格があるので、鶴瓶さんの話を研究したんです。一言一言を文字に起こしたりですね、で声のトーンを真似てみたりとか間を調べてみたりとか、で上岡さんから突っ込まれた時の反応であったりとかっていうのをいろいろ調べてですね、で話には仕組みがあるなっていうのは気がつきました。見ていた人は懐かしいかもしれませんけど、鶴瓶さんって5分ぐらいの話を30分ぐらいかけて話すんですよね。で、まあ、パーって話したらすぐに落ちに行くんですけども、なんか客席に面白い人いたらその人いじって寄り道してですね、で上岡さんから言われた言葉に乗っかってまた話がどっか行ってですね、で結局最終的には落ちに行くんですけども、気がついたのはその寄り道している間に落ちにつながるようななんか種をですね、振りをですね、いろんなところでしてるんですよね。で最後にその落ちの方に話が進んでいくにつれて、巻いた種がぐーっと芽出してきて、落ちの一言言った時に爆笑の花が咲くみたいな、そういう仕組みがあるなっていうのをちょっと高校時代に気づいたというか、そういうふうに思ったんですね。でなるほどと思って、すぐに真似できるわけではないですけど、そういうことかと思って、友達の前でそういう仕組みがあるんだって意識を持ちながら、もう一回ちょっと話聞いてって感じで、鶴瓶さんの話聞いてっていう感じでやったら受けたんですよ。でそれから毎週鶴瓶さんの話を僕がみんなの前でするっていう経験になったんですね。でまあまあもちろん友達も違うところでツッコミ入れてきますし、違う話で展開する時もあるんですけど、仕組みを分かってるとオチにつながる種を自分なりに撒いていって、で最終的にオチで笑ってもらうみたいなことをだんだんそのできるようになっていきました。で友達も楽しみにしてくれるようになったんですね。今こういうスタジオで話していて、いろんな情報を伝えてるんですけども、そのなんか高校時代毎週毎週なんか友達に話していたことが、まあ、ベースになってるっていうか宝になってるなっていう経験だなっていうふうに思うことも多いです。で、2000年にキッス FM 神戸でオーディションを受かりまして、それからまあいろいろと番組を担当してきてですね、今現在朝番組をやってるわけなんですけども、さっきね、村上さんもおっしゃってましたけども、いろんな伝える方もゲストに来てくれます。自分の伝えたいこともラジオで伝えているわけなんですけど、僕が伝えるっていうことでまだまだ発展途上ですけども、今一番意識しているポイントは、伝えるっていうのは対話するっていうことかなっていうふうに思っています。自分の気持ち一発ではなかなか伝わらないところって多いと思うんです。鶴瓶さんの話面白いから聞いてって言った時の僕みたいに、あれなんか全然反応思ってたのと違うみたいな、なんかもっと受けていいはずやのにっていうもどかしさがあるっていうか、じゃなくて今から自分が話を伝えたい人がどんな人なのかをまず見なきゃいけないと思います。見てこの人やったらどういう話にまず興味を持ってくれるかな、どんな話題だったら共感してくれるかなっていうところから話を始めないと、こっちの会話に入ってくれないと思うんですよね。ああなんか面白そうやなとかいう感じの一言とか何か会話のきっかけがないと。なのでまず自分が伝えたいですこれですっていうんじゃなくて、この人どんな人かな、こんなことやったら面白く思ってくれるかなっていうところから入ります。で興味を持ってくれたら対話していきます。だんだん自分が伝えたいことを強めに出したりとか軽めに出したりとか、ちょっと工夫してみたり、相手の話を引き出したりして、会話の中で自分の伝えたいことを伝えていきます。でそうするとだんだん伝わるものもあると思うんですよね。で伝わったらもしかしたらその人なんかそういうメッセージ面白いなとか、その話楽しいなって思ってくれた他の人に伝えてくれるかもしれないですよね。なので一方通行の思いではなくて、自分とその人の会話の中で気持ちの交流を生まれさせて伝えていく。そうするとその人がまた気持ちの連鎖で違う人に伝えていってくれるんじゃないかなっていう、そういう気持ちを持って話をするようにしています。ゲストに来てもらってもそうです。ゲストに来られた方っていうのはやっぱり伝えたい思いっていうのがしっかりあるので、まあ、僕としてはまずその人が伝えたいことっていうのはしっかり理解できるように先にリサーチしておくんですね。で
一番大事なのはその人と僕の話なんですけど、それを聞いてもらいたいリスナーっていうのを意識するようにしています。リスナーが今の時間、今日のメッセージの感じ、今日の天候、この雰囲気でどういう話から入ったら楽しんでくれるかなっていうところからスタートしていって、でだんだん興味湧いてきたかなっていうところで、もう本題の核心ですよね、その人が伝えたいことを聞いていって、で対話によって伝えていけるように意識はしています。これまで村上さんも来てくれました、いろんな方聞いてくれています。このスパークスのステージで喋ったホーリーですね、で神戸イクメンのあっちゃんとさくちゃんとか、あとパンプロのメンバー、神戸パンプロジェクト実行委員会のメンバーですね。でここ のラピソールで、ソンクランという水かけ祭りが毎年あるんですけども、そこの仲間であったりとか、あと、まあ、今年も個人的にやりたいなと思っている食育プロジェクトっていう、神戸の団体があって、そこのメンバーとかで、僕はですね本当に神戸でいろいろ活動されている方、この元町大学でも皆さん知る機会多いですけれども、すごいなっていう人多いです。でそれぞれに活動されて結果を出されている方も多いんですけども、中にはなんかもっと話題になってええんちゃうかなとか、こんだけ意識高い人いっぱいおるのにもっと神戸盛り上がってもいいんちゃうかなっていうふうに思うこと多いです。でそれはなんとなく自分の中でですけど、鶴瓶さんの話面白いから聞いてって言った時にそんなに受けなかったあのもどかしい気持ちと若干似てる気がするんですね。ということは僕個人的に思ってるのは、伝えようと思ってる人がやってることっていうのはすごく素晴らしいんだけど、伝えていきたいと思ってる人のことをもっと見る必要があるのかなって思ったりしています。しっかりと伝えたい相手を見て、どういう興味があるかなっていう意識を持って、自分がやってる活動の中でしっかり何か共感を得るようなところからボール投げていって、で対話によって伝えていくっていう必要もあるのかなっていうふうに思っています。そういういろいろな活動されている方を紹介していく役目がラジオ DJ だと思っていますし、この元町大学もそうですよね、いろんな活動されている方を皆さんに紹介していくグループですし、また行政もそうだと思います、またメディアもそうだと思います。そういう役割をもっともっと担っていくべきじゃないかなっていうふうに思いながら、僕も生涯一ラジオ DJ としていろんな人の活動、自分が感動したことをみんなと共有できるように、どんどん会話対話していければなっていうふうに思っています。というメッセージを皆さん伝わりましたでしょうか。またよかったら僕のラジオ番組にも遊びに来てください。お待ちしています。今日はありがとうございました。